大丈夫だ。握力はまだある。まだ立てるのか。立てるとも何度でも立ってやるよ。お前を倒すまではな。それもとだ。お前が世を倒したところで時計の針は戻らんのだ。闇が全てを侵食し、人間は心を失う。世界は我らキリオーニらの手の内にある。止めることは誰にもかなわぬ。変わらないなんてのは全部を諦めた野郎のセリフだ。でも俺はそうじゃねえ。俺はここまで自分の意志で来た。変わるって知っていたから来たんだ。人間を、俺を甘く見るな。ならば来るがよい。やってやるよ。戦いは終わった。世界は平和を取り戻し、変わらない日常を紡ぎ出している。だが、勝利と引き換えに俺はあるものを失った。取り戻すには時間がかかるだろう。いや、ひょっとしたらもう不可能なのかもしれない。それでも俺は後悔はしていない。あの時に決断をして勝利を得たのだから。俺の名は陸陽一、高校2年生だ。そして今日が転校初日。セクシャルハンターライオット。衛星高校か。なんだかわびた雰囲気があって、俺の余生を過ごすにはぴったりだな。ああ、もう私がやる。丸いものを包んだ布が二つ。なんだあれは。あらあら、もう痛い。ああ、なるほど、下着か。パンツ丸出しで転がってるんじゃないの。誰かに見られたらどうすんのよ。気にするほどのことでもありませんし。先へはちゃんと気にしなさいよ。むしろ下着を見て動揺する人がいるなら、しばらく私の快楽の材料になってもらえるかと。あんた割と S よね。みなも早く起きなさい。いいもん、お兄ちゃんなら喜んでくれるから。誰よお兄ちゃんって。だいたいみながひな鳥を返そうなんてしなけりゃ木から落ちて転ばなかったのよ。ひなを見つけたのも返そうって言ったのもみどりちゃんだよ。ミナと先へが落っこちなければ私の出番はなかったの。ったく、もう少しだからね。よしよし、元気に大きくなろうね。先へミナ、終わったから。いや、あ、見た。何が。何がじゃないわよ。あんたずっとここにいたんでしょ。ずっとじゃない。でも下から私を見てたじゃない。こう、私のスカートを見上げて。ん、男が下から見るなんて他にないじゃない。見たんでしょ。ああ、君の下着か。見えなかった。嘘。いや、すまない、見えた。どっちよ。どっちもだ。君のは見えなかったが、そっちの二人のは見えた。ロングヘアのお嬢様っぽい子が赤で、
ショートカットの小柄な子がしましま。あらあら、それは申し訳ありません。気軽にお見せするつもりはなかったのですが。えへへ、今日のパンツミナのお気に入りなんだよ。サキエもミナも恥ずかしがるか怒るかしなさい。だいたいなんであんたはパンツを見ちゃったのよ。ただの下着じゃなかった。繰り返すが赤と島だ。繰り返すな。二人とも芝生に顔をつけてお尻を持ち上げていたし、スカートが短ければ見えるのも当然だ。説明しろって意味でもない。頭おかしいの。まあそう言われても当然か。あのね、偶然見えただけでもとりあえず謝るか、見えてないって言い張るものでしょ。嘘をついたら喜ぶのか。じゃなくて安心するの。そうするのが優しさってもんよ。そうか、じゃあ見えなかった。今更言っても遅い。まったく、デリカシーとか優しさが欠如してるわ。ん？ん？あんた、どっかで会ったことない？長い人生だ。どこかで会ったことがあるかもしれない。それに俺も、なんだか君に見覚えがある。なんだかって、何？かすかに覚えがあるだけだ。気のせいかもしれない。変なの。でもどっかで、あいつにそっくりだけど、でも雰囲気が全然。まあいっか。今度から気をつけてね。気をつけるのは君だろう。無警戒に木に登らない方がいい。こういう時は、はい、わかりましたって言っとくもんなの。それと、助けてくれて、ありがとう。みどりちゃん、照れてるね。お礼を言うなんて、天変地異の前触れでしょうか。うるさい！遅刻しないようにさっさと歩く！はいはーい！お言葉ですけど、一番騒がしいのはみどりさんですよ。やれやれ。ん？よかったな。いや、まさかな。陸陽一です。はーい、静かに。席は委員長の後ろが空いてるな。おーい、ナンバー。はい。陸はナンバーの後ろな。あ、わかりました。あ、どうした？リク、陽一。さっきの。まあ、とにかくリクはあそこに座れ。あ、はい。じゃあ、ホームルームの続きあるぞ。河瀬。はーい。桜井。はーい。辰巳。具合悪そうね。あ？俺は健康だ。具合悪いわよね。そうよね。先生！いや、だから。リク君が気分悪いみたいなので、保健室に連れて行きます。ほら、いいから来なさい。おい。